こんにちは、デリッシュキッチンです。クックパーの提供でお送りします。グリーンアスパラガス 2,3 本は豚肉の幅に合わせて切ります。豚ロース肉8枚に塩コショウ少々を振って、パルメザンチーズを豚肉1枚に大さじ 1/2 程度乗せ、グリーンアスパラガスを乗せて巻いていきます。アスパラガスは下茹でせずに生のままで OK。 同様に8個作り、小麦粉適量をまぶして溶き卵にくぐらせましょう。クックパーフライパン用ホイルを用意し、火をつける前にフライパンに敷きます。豚肉巻きを並べ、残りの卵をスプーンでかけ、中から弱火で表面に焼き色をつけます。ツルツルコーティングで油なしでもくっつきません。水小さじ2を加えて蓋をし、肉に火が通るまで弱火で蒸し焼きにします。蒸し焼きにすることでアスパラガスにも適度に火が通ります。出来上がったら取り出しましょう。フライパンが汚れず後片付けが楽々です。運動会やピクニックのおかずにもおすすめ。ぜひお試しください。